りということで後編です。帰ろうかな。はい、こんにちは、チーム玉木 TV です。ということで本日はゴールデンウォーク2023キャンペーンの中のご当地真珠ピックアップキャンペーンの確率調査になります。ということでバンナさんと一緒に関東地方と相性のいい中部地方の真珠を取りに熱海まで新幹線で行ってきました。この動画後編になるんですけど、バナナさんの方の動画で前半戦の結果が出ると思うんですが、今のところバナナさんがご当地真珠1つゲット、私が0個というところです。それでは後半戦参ります。真珠ポイントで言うとね、私なんかこれ倍以上持ってる。3倍ぐらいあってる。3倍ぐらいあるんで普段からやってない人もだ。いやあれですよ、僕あのメタルの祠でレベリングしてた時期がすごい長いんで、メタル系の心めっちゃあるんですよ常に。なるほどなるほど。それ売ってると、そう、それ売ってると真珠ポイントめっちゃ溜まっていくっていう。確定ビクリしますもんね。前はね、僕しないんです。そう、でも13勝は1回もやってないですね。いや、いいよ、みんな熱海ガチャやった方がいいよ。関東勢は熱海まで東京から35分、駅弁も超うまかった。いや、うまかった。マジでうまかった。あと35良かったですよね、新幹線で。そう、ちょうどいい35分で、うん、ちょうど小旅行ですよね。小旅行。10時に思いついたバナナさんから連絡が来て、11時半ぐらいに東京集合で1時間迷子になって、そうですね。で駅弁買って12時半で1時到着みたいな。バナナさんあんなに電車乗れないと思わなかった。いや何も分かんないじゃないですか電車の乗り方。いや俺乗り物苦手なんですよ。車もそうだし、そもそも、いや僕熱海行った時に車って言うかなと思って、はいバカにしてんのかなと思って。車酔いしちゃうからね。それもそうだけど何時間かかると思ってんねん。あー確かに2時間半って出てた。いやガチでそのいきなりやっぱ配信者誘う時ってガチ動画とかそういう動画撮ってないと思ってるんですよ。はい、ストックないじゃないですかスマホゲーム軸しか。はい、だから夕方は時間空けれるようにっていう思いやり。朝10時に出て、そう、4時とか5時には家に帰れる。5時から我々動画撮って、動画撮れる、撮りますし、で1時間ぐらいで、で玉木さんがガチ動画だから5秒ぐらいで終わるじゃないですか。クソみたいな編集で。やめろやめろ。変わらない良さがあるんで、変わらない良さが間違いない、居続ける。いやね、その動画のクオリティ上げるやつバカだから。やめろやめろ。あとは僕の服やりたい。あれ、少なあ、もう少ないけど、あ、島からです。少な。100万でできるかな。100万だったら日頃の行いだよ。20個。待って一緒。いきますよ。いきますよ。3周目。せーの、せ。グッ。ああ、やばい、やばい、くそ。やばい、待って、やばい。何？やばい。ガチでやばい。見したい。ざけんなよ。S2 個。え、待って、これもう、え、帰っていい？先に帰っていい？ちょ、温泉行ってきて。だよー。1個くれよ。3個も。やば、これ。全部がめて。こんだけ独占欲が強いとこなんだよ。熱海はお前のものか。お前のものなのか、熱海は。シンプルにこれ、戦略アップしますもんね、真珠って、本当に。うん。1つ分ぐらい変わりますもんね。それで止まると。そうですね。なんだよ、なんだよ、やめろやめろ。なんだよ、何の症状だよ。なんだよ。何？え？待って、一番上見て、一番上。してんだよ。やばい、痛ぇ、クソが。D 合成で出ちゃった。え、終わりやん俺。D 合成っていうか生成な。あ、D 生成か。 D 生成かとか。 D 生成。え、あ、しゃ、海外終わってきた。あー、食いてぇ。あー、クソが。いやこれ神回だな。じゃあ22個いきます。あ、俺が、いいですか。いいですか。じゃあちょっと今日の俺の神の手。お願いします。ゴッドフィンガー。お願いします。いきます。お願いします。はい。お願いします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 。なんで今の笑い声は。何なんだ今の笑い声。
たよ。これ携帯が悪いだよ。まだあるから、まだあるから、ここ任せばいい。それあ、もう一回、残り、残りのやつまだあるから、こっからよ。お願いします。ロック、ロックチャンス。いやー、はい、来い来い来い、もう来るでしょ、もう来るでしょ。なに、いいのは来てた、いいのいいなぁ。いいのは来た。キャド、それなんすか。キャドとギラー、困ったら割っちゃう、普通に見せなくなる。あ、見越しか。あー、手巻き下げないな。やり直し、人に任せるから。あ、いってあ、いって、今見た、俺あったかも、今今あったの、あったよ、多分今。いや、どこどこ、今一番目にあったかも。ある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 、あった、勝手にロックさんだ、勝手に一番下、一番右下。うんだー、もう一個来たー、もう一個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 、あー、よかった、よかった。いや、だから全然いけるよ、だってこれ60万。髪の毛いらない、いらないっす。ついに21個、行きましょう。ゴー、スキップ来い、頼むぞ、スキップ来い。いた、いかない、重いか、いかない、きついね。18個、お、マジで、あ、それ確定したから今だよ。やった、よっしゃ、確定です。いけいけ、ゴーゴー、ガセかよ。あー、惜しい、違うよ。惜しい、なんで、あ、全然いけるって、もう全然いける。いけいけ、よいしょ、おるよ、来たー、ありがとう。いや、まだあるよ、まだまだいけるから、5回までいけるから。あー、そういうことで、もういけるよ。いやー、でもね、もういらない、3つ目は3つあると4つ欲しくなっちゃうから。お疲れ様でした、お疲れ様でした、ということで、いやー、じゃあこれ結果まとめると、ダンゴさんが4つと40万ポイントで4つ、40万ポイントで4つ、私が、80万ポイントで2つ、20万ポイントで1つと。熱いでしょ、熱い。いや、でもこんくらいね、大量に回すとやっぱこうある程度正確な情報出るんでね。で、結局他の心理も強くなるから、はいはい、圧倒的に戦力は上がる、結果で。皆さんも試してみてはいかがでしょうか。それではさよなら、 See you next time。 なんですか。